おかえり、夕凪色の恋物語12回目。さあ今回からは再びメインキャラクター姫神の野生児ヒカルちゃんルートに行こうと思います。あの子が初登場が9月2日に海からザバーンとね出てくるんだったかな、あれ9月3日だったかな。うん、とりあえずそこまでまたスキップして、進めていこうと。今毎回おばあちゃんのアップから始まるな。あ、ちょっとお帰りのね更新が遅くなっちゃってちょっと空いちゃって申し訳なかったです。画廊伝説とかやってましたそのチョイスもね、チョイスもなかなかだと思うんだけどね。さあヒカルちゃんね、あの子はまたどういう話になっていくのかな。なんかちょっと離れに住んでる、あんまり街とは溶け込まずにね、もう自給自足生活をしているっていうお話があったから、その辺がまあ鍵になってくるとは思うんだけど。はい、とりあえず初登場イベントまでスキップです。9月2日の放課後、ここじゃなかったか。島をぶらついてみるか。あー、これだよね、磯にやってきた。そうそうそう、この展開、この場所のことを沢辺と呼んでいる。うん、ちょっと一回見たイベントなんで、さささーっと行っちゃいますね。誰もいない、潮の香り、島にいるんだな。姫神島って舞台どこなんだろうな。舞台というかさ結構実写背景が使われてるから、多分舞台になった場所がちゃんとありそうですよね。どこなんだろう、いい場所だよな。これで波をザバーンと浴びちゃって、変態露出家庭教師、あ、家庭教師じゃないよ変態露出家庭教師か。それはちょっと買っちゃうぞレンタルしちゃうぞ、思わず。教育実習ね、教育実習。うん、びしょびしょになっちゃったから全部脱いだと。で、パンツ一丁になった。さすがにパンツを脱ぐのはやめておく。そうだよね、こんなところね、時男に見られたら何されるか分かったもんじゃない。時男のコメット号が大変なことになっちゃうから。いや、しかし時男ルートはほんと良かったなぁ。なんかね、時男可愛い。やっぱり最後のイベント CG めちゃくちゃ可愛かった。時男はね、女の子だよ。間違いなく女の子だよ、あれは。向こうに見えるのが高麗島。無人島。この辺りはね、泳ぐのは相当難しい。しかし、高麗島の方からこちらに向かって泳いでくる人影がある。まさかこの潮、潮流か。潮流を泳ぎ切る奴がいるなんて。だが人影は力強い泳ぎでぐいぐいとこちらに近づいてくる。あれはまさか、女人影がどんどん近づいてくる。すごい泳ぎだ。荒波をものともせずに抜き手を切って泳いでいる。目を丸くして見ていると、さあ今回のメインヒロイン登場これまたすごい格好だよな。森持ってナイフ加えて、でこの右水着ね、ビキニ姿ね。でこっちはパンツ一丁で M 字開脚っていう、すごい出会い方だなこれ若い女の子、しかしいい体をしている。今日はさっぱりやこの関西弁がいいんだよね。この子絶対関西の方が越してきたんだろうな。しゃあない、今夜は干物で我慢や。干物、また親父に文句言われるな。お父さんで二人、お父さんと二人で暮らして、こうやって自給自足生活をしてるんですよね、この子はね。文句言うならたまには自分で晩飯取ってこいって。なんやあんたパンツ一丁で M 字開脚。いや、その決して怪しいものでは怪しいな、これは。これは島を追い出されるぞ。うわっと、ずるり岩の上に立った足が滑る。うわーてっ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 てかーん、目から星が出た。あっつつつつ、私でも後頭部を強打してしまった。我ながら世にも情けない格好でひっくり返っている見えちゃう、見えちゃう、もう。何しとんのあんた。ぐ。どうしたん？痛いんか？ヒカルちゃんは本当登場時の8割9割が今のところ水着姿しかないから、
普通に服着てるとこ見たいわ。逆にむしろね。なんやだらしない、この顔いいな。ほらさっさと起き。ありがとう。ありがたくその手にすがってなんとか立ち上がったのはいいけど、こちらはまだパンツ一丁。加えて向こうはやけに布地の少ない水着姿。初対面の男女が二人きりで向き合うにはあまり適当な姿とは言えない。こりゃね、渚ならやだ早く服着てよとか言いそうだ。でもこの女の子は全然気にする様子もなく近づいてきて、たった今ぶつけた俺の後頭部を覗き込んでいる。大したことあらへんやないの。いや、やっぱ今回の目標はね、このヒカルちゃんルートの目標はやっぱヒカルちゃんをこう女の子として照れさすっていうのは見てみたいよね。そんな場面があったらね、照れてるところはまだ見たことないよな。じっとしとき。どういう時照れるんだろうこの子。これでよしと。で、唾つけてくれたっていうね、ありがとう。気にせんとき。こういう時はお互い様や。まあいい子、いい子なんだよね。にかっと口を開けて笑った。あんたは観光客か、島では見かけん顔やな。泳ぎに来たんならあかんで。ここの流れは素人さんには危なすぎる。泳ぐなら南の浜で泳ぎ。いや、そっちに行くと時をルートに入っちゃうから。今回はあくまで澤部にね、たくさん通うヒカルちゃんルートに行きますよ。そういうわけじゃないんだ。波をかぶって服がズム濡れになっちゃって脱いで乾かしてたところだったんだよ。決して変態プレイをしていたわけではない。女の子は岩の上に並べられたスーツ一式を見合った。それから観光客でもないよ、むしろ地元なんだよ。この島で教育実習をしている大平洋平、よろしく。教育実習？怪訝な顔をする。なんやそれ。教育実習を知らないの？知らん。小学校ってことは先生か？そうだな、先生の見習い。先生の見習いか。先生っていいね。カタカナで先生。こっちはパンツ一丁。なんだよそんなにじろじろ見て。ごめんごめん、うち学校好かんからな。先生になりたがるなんてどんなもの好きかな思ったんや。学校行ってないんだよね、だからねこの子はね。よっぽど賢そうな顔しとるんかと思うたけど、そうでもないな。めちゃくちゃ言われてんな。まあとにかくここは素人さんには危ない場所や。ぼちぼち風も強くなるし、服着てさっさと帰るこっちゃ。そうしたいんだけど服がまだ乾かないんだ。スーツを見て。あ、アホやな、こんなんで乾くはずあらへんやないか。え、濡れたままただ並べとるだけやん。もっとこうギューッと絞らんと。というなり女の子は上着をひょいと手に取ると、力任せにギューッとねじり始めた。スーツを。うわぁ、ザーッと滝のように雫が滴った。新調したばかりのスーツは女の子のたくましい腕で悲惨なほどにねじくれてしまっている。ああ。はい、こんだけ絞りゃ着られるやん。スーツがボロボロや。これアイロンかけたぐらいで復活するんだろうか。こっちもはい。いいなこのパワーキャラ。ギュー。いやでも実際腕力も相当なもんだろうな。このの泳ぎ、この波の中を泳いできたんだもんな。もういい、もういいから。遠慮せんとき。うち力には自信あるんやく。顔を歪めて力みながら女の子が言う。だからそういう問題じゃない。スーツが、スーツが。よし、これでこっちもオッケーや。渡されたズボンはこれをまた見るも無残にシワシワになっていた。とほほほ。礼ならいらんで、困った時は助け合わんとな。うん、あのな。あ、あっか。なんだ。こんなとこで油売ってる暇ないんや。さっさと帰って晩飯の支度せんと親父が怒り出すからな。女の子はピョンピョンって岩の向こうに飛んでいくと、さっきの森を手にして戻ってきた。ひょっとしてその森で魚取りをしていたの？もちろんや。
晩飯のおかずはこうして毎日うちが取ってるんや。サバイバーだな。今日は不良やったけど、まあこんな日もあるわ。じゃあな、見習いの先生、縁があったらまた会おうや。この子とどう恋に落ちていくんだよこれ全然想像つかないよ。君名前は？その声は届かなかった。裸足なのにすごい速さ。泳ぎだけじゃなくて足も相当速そう。このスーツどうしようっていうのが、まあ、ひかるちゃんの出会いになるっていうことでね。これで篠原姉妹からいろいろね、なぎさちゃんの情報を、なぎさちゃんじゃない、ごめんなさい、ひかるちゃんの情報を聞けるんですよね。自給自足生活をして親父さんと二人で暮らしているという、ひかるちゃん。いやー、ただ全然恋するところが想像つかないなぁ。照れさしたいよなぁ。赤面さしたいよなぁ。とりあえずじゃあこの辺もスキップしつつ、今日の放課後からはね、沢部に通う日々にしてみましょうか。9月3日の放課後。よし、じゃあ沢部に行くか。何気にこの行動選択でヒカルちゃんに会いに行くのは初めてだな。よし、どんどん会いに行くぞ。だ、今までのサブキャラみたいに、なぎさちゃんを進めないとっていうようなことはないと思うんですよね。ひたすらね、ヒカルちゃんに会いに行けばいいと思う。サービにやってきた。別にスーツを再起不能にされたお礼参りってわけじゃない。恨みまくっとるやん。なんとなくあの変な子が気になったからだ。ヒカルは今日も魚取りかなと思っていると、突如波間から飛び出してきた物体があった。物体。また出てきた。ちっくしょー。いい体してるんだよ、ただやっぱり。これサムネにしたらさすがに、いや、ギリギリアウトな気がする。大丈夫かな。今日もさっぱりあかんかったわ。過去にな、トゥルーラブストーリーとかでもな、水着の女の子アウトだったんだよな。消されるときと消されないとき両方、どっちもあるからわからん。親子で飢え死にしてまうわ。ヒカルが俺に気づいた。ヒカルちゃん会いに来たよ。見習いの先生、また会おうたな。いや、今日も元気だな。あかんあかん、魚どもどっか別の場所へ行ってもうたみたいやわ。ほう。ヒカルはこの間のようにブルブルっと体を震わせて水を払い飛ばした。ま、犬みたいだな。たまにやることやさかい心配あらへんけど、不良言うても全然取れへんわけやないし。ヒカルはニカッと笑って腰に下げたカゴから魚を取り出した。そや先生、これからうちで飯食うていかんか。いいんすか、ごちそうになっちゃって。今日は親父も帰りが遅い言うてたし。あら、一人で飯食うてもつまらんもん。マジか、もういきなりヒカルちゃんち、坂東ヒカルちゃん、坂東家に行っちゃっていいんすか。うち料理には自信あるんや。遠慮せんと食うていき。へえ、どうしよう。お、せっかくだからお言葉に甘えよう。断ろう。いやー、下はフラグ折れちゃうだけだよね。ここは上一択でしょ、せっかくだから。あ、でもそんなに食料に余裕がある子じゃないよね。断った方がいい、大人として自重した方がいいのかな。いやあれ、わかんねえ考えるとわかんなくなってきた。俺まだヒカルちゃんのこと全然わかんないな。でも普通に考えたら上だよね。お言葉に甘えようだよね。下は終わっちゃうだけだな。行こう、せっかくだからお言葉に甘えよう。よっしゃ、うちについといで。うん。ヒカルは身軽に岩を取り跳ねてあっという間に先に進んでいった。ついていけねえよちょっと待ってくれ。グズグズしてると置いてくれ。かわいいな。うわ、ここヒカルちゃん家。さあ着いたで。ここがうちらの家や。なかなかのもんだよねこれ。誰もおらんから気兼ねせんでええで言葉選んじゃった。なかなかのもんだよねで済ましちゃった何アホみたいな顔してんねん。いや、なんでもない。あまりのボロさに呆れてたなんて言えないよボロさって言っちゃったよ、俺言葉選んだのに。
いやしかしこれは台風が来たら吹っ飛んじゃうようなお家だね。あ、すごい、これ昭和の時代劇とかで見る、昭和とかもっと昔か、時代劇で見るお家よこれ。すごいな、本がいっぱいある。今の時代にこんなところに住んでる人間がいるのか。こっち向いたらいかんで。え、今着替え取るとこやさか。向け向け向いちゃえ向いちゃえ。ドキ、わかったと慌てて壁の方を向く。着替えくらい別の部屋でしろよと言いたいところだが、この家には別の部屋なんてない。見たらあかんで、今胸丸出しだからな。おいおいおい、ちょっとちょっと、振り返ろう、振り返るしかない。まだまだあかんで、今パンツも脱いで完全にすっぽんぽんやからな。なんでそんなに挑発してくるの。いやこれはちょっと VR お帰りVR お帰りの開発を待たれますね。これはね、いちいち実況すんな。背中から布の擦れる音が聞こえて、よしおしまいや、こっち向いてええで。いやらしい小屋で。ほっとして光の方を向く。あんまり変わらない確かに。あ、この衣装ね、ヒョウ柄の衣装ね。だって下はどういう衣装なんだろうこれ。この子、そのあたりに座っててすぐ飯できるさか。はい、おすごい、やっぱ豪快だな。へえ、エプロンも何もなし、どでかい包丁で魚をぶつ切りにして鍋を作っている。いやでもこう見るとやっぱ可愛いな、ヒカルちゃん可愛いし、何がとは言わねえけどでけえさすがのヒカルっぱいだな。野生で培ってきたその胸の大きさは豪快だ。しかしこの家、家具とかほとんどない。でも本棚はやたらにでかいのが置いてある。ずらりと並んでいるのは姫神島フード記、民族学、はあ、古代遺跡発掘史。なんでそんな小難しいものが。古文書の類。そういや緑が言っていた、親子で地面のことを調べているとか、宝探しをしているとか。そっかそっか、そういう情報もあったのか。ヒカルさん、さんなんてつけんといて、ケツかゆなるわ。ケツとか言うな言いながら本当にケツをボリボリかく。ちょっとお下品ですわよ。じゃあヒカル、はい、なんや。君たちここで何をしているの。お父さんの仕事って何。まあ研究とか発掘とか言うてるけどな。あ、でもおそらく多分渚ちゃんルートの時にも出てきたあの青い花、姫神にしか咲かないあの伝説の青い花がいろいろ関係してくるのかな。研究発掘。そうや、ややこしそうな本ぎょうさん並んでるやろ。うちはよう見えへんけどな。これ結構お父さんがキーパーソンになってきそうですね。親父は暇さえあれば引っ張り出して。お父さん出てくるだろうな。なんや、一生懸命考えてる。君たちって昔からこういう生活なのか。うちは物心ついた頃にはもう親父と一緒に旅暮らしやった。旅暮らし。うーんと小さい頃にはお母ちゃんもおったけどな。あ、親父昔はなんたらいう大学でやっぱり先生してたそうなんやけど。そうなんだ。お母ちゃんが死んでからこんな暮らしになったみたいや。まあなんかえらいこと考えてるみたいやけど。なんだなんだ、何をしようとしているんだ。言われてるんや。噂になると面倒いからだな。へえ、大学の先生だったのかこれいいな。こうして本棚を見ると民族学の本が多いみたい。やっぱり海賊の宝物でも探しているんだろうか。ほら、できたで。行さん食うていきや。そんな簡単な話じゃなさそうだよね。行さん食うていきやって、何、鍋。ヒカルが巨大な鍋を座卓の上にドカンと置いた。すごい量だ。こんくらい食えるやろ。ほな
いただきます。適当に突っ込んで火かけただけなんじゃないのか。ヒカルは世にも幸せそうな顔をして鍋をつつき始めた。実に気持ちのいい食べっぷりだ。俺も釣られてどんどんおかわりをした。マジか。どうや、うまいやろ。そんなに食材なさそうなのにおかわりしちゃって大丈夫？あーうまい。味付けはかなり大雑把なんだが、とにかく魚がめちゃくちゃにうまい。取れたてで新鮮さ抜群。あーなるほどね、美味しいんだ。どうもごちそうさま。お礼はうちが言わんとな。おかげで楽しかったで。マジっすか。よかったらまた食いに来たってや。うん、今度は親父にも会わせたるさか。親父さん気になるね、ちょっとね。ありがとう。ほなな。ほなな。なるほど、これで食った食った。しかし今度は親父に会わせるとか言っていたけど、緑が言っていたおっかなそうなお父さんのこと、どんな人なんだろう。おっかなそうなお父さんか。これは時代だな、時代の初登場か。なるほどね。じゃあとにかく、うーん、明日も姫か美浜じゃないや、沢辺の方に行けばいいのかな。いやしかし豪快な子だよな。この子をどうやって照れさして恋に落とさせていけばいいのか。恋なんていうのもしたことがないような、ところもな、見受けられるよな。どうなんだろう、どういう生活をしてきたんだろう。旅暮らしってどういうことなんだ。これはやっぱりヒカルちゃんのお父さんに会ってね、いろいろお話を聞かないと全然見えてこないですよね。教室でレポートを書きつつ、これで放課後の行動ですね。沢辺来ますか。じゃあおい、会いに行こう。さあ今日も、この前はうまい鍋をごちそうになった。おーい先生。先生いいな。光る。あ、今日も海から。海からザバーンと。いや、ほんと野生児。野生が半端じゃないな。またごちそうしてもらえるの？ええよ。今日も親父帰り遅いそうやし。あ、そうなの？付き合ってくれると嬉しいわ。ほうほうほう。よし、そんじゃ行こうか。でもこういう風に誘ってくれる、意外となんか寂しがり屋だったりするのかな。ああ。そんな毎日ごちそうになっちゃって。で、またこれか。お父さんは何をやってるんだ？さあな、土掘り返しとるか、それとも町に出て古本でも探しとるか。ああ古本ね。まったく何年も何年も同じこと続けて弱気は呆れるで。そう言いながらも光の口調は笑い含みだ。お父さんとは仲がいいみたいだ。さあできたで、今日も餃子食うてってや。いいんすか。どうや、うまいやろ。どうや、打ち込んか。うまいうまい、お世辞ではなく本当にうまい。ヒカルが俺の顔をまじまじと見つめる。なんだ。いや、学校の先生言うても物食うときはやっぱりうちらと変わらんのやな。当たり前だろ、先生を何だと思ってんだ。うちあんま学校行かへんかったやろ。先生言うのがどういうもんかよう知らんねん。ちょっと頬が赤くなったね。全然行ってないわけじゃないんだろ。たまーにな。せやけどうちらここに来る前あちこちいろんなとこ回ってたし。旅暮らし、学校行くほど落ち着く前に引っ越すことが多かったんや。あー、この島はもうずいぶん長いけどな。え、もう10年近くなるか。10年もいるんだここ。あ、じゃあちょうど傭兵が出て行ってから来たっていう感じなんだね。でも三島先生とか誘いに来ただろ、学校においでって。給食と休み時間だけやったら学校も楽しいねんけどな。この頬赤くなってんのかわいいね。うち海で魚取ってる方が好きなんや。親父も学校の勉強なんて役に立たん言うし。ほう、ふと気がついた。
この家にはテレビもねえ、ラジオもねえ。本棚には親父さんの資料とおぼしき学術書や古文書ばかり。こいつ一般常識とかどれくらい知ってんだ。あのさ、ちょっと聞くけど。おう、なんや。一般常識、2分の1足す3分の1っていくらになるかわかる？は？すごい顔されちゃった。分数の足し算だよ。2分の1足す3分の1。あー、あかんあかん、うち算数とか計算嫌いや。やばい、とんでもないおバカさんだ。買い物行くとき値段さえわかりゃええ。分数たらそんなもんよう知らん。よう知らんで済ましちゃう。それじゃあ 7×7 は？小学3年生の問題だぞこれ。100ぐらい。うわー、おバカさんだ。やばいぞこの子は。なかなか違うたかな。100は随分いったな。新しいといえど遠からずやろ。いやー、この性格でも好きだな。アメリカの首都は？首都って何？首都がわからない。首都がわからない。アルファベットで A の次は？もうなんやねんさっきから。ヒカルが顔を赤くして座卓を叩いた。そんなん知らんでも生きてけるやろが。アルファなんたらがどうたらこうたらなんて。アルファなんたら、魚取りに必要あらへん。だいたいあんたそんなんうちに聞かんでも答え知ってるんやろ。だから学校の先生たら言うんは嫌いなんや。お答え知っとるくせに知らんふりしてあれこれ聞きよる。ヒカルは口をとんがらせてそっぽを向いた。まさかとは思うけど、自分の名前ぐらい書けるよな。え？え？ちょっと書いてみろ、ほら。ポケットからメモ帳とボールペンを出してヒカルの前に置く。なんでそんなことせなあかんねん。マジか、おい、マジか、ヒカルちゃん。いいから書いてみようって。バカにすんのも大概にし。いくら学校行っとらんでも自分の名前ぐらい書けるわい。もう、ヒカルはペンを取ると紙の上に覆いかぶさるようにして何やら悪戦苦闘を開始した。とりあえずボールペンの握り方が変。マジか。おいおい、しゃあないやろ。字書くことなんて年に一遍あるかないかなんやから。とんでもない生活をしてるな。20分経過。20分経っちゃった、名前書くのに。こんなもんかな。何これ、坂東光る。名前やろ。何これ、でもめちゃくちゃ可愛い。何これ、字ひどいなこれ。これは何といったものか。どっか違ってる？ヒカルが心配そうに俺の顔と名前を書いた名前を、自分の書いた名前を見比べる。まあ何年ぶりかで書いたんやさかい、ちょっと間違ってでも多めに見たり。ほう、分かる人なら分かるやろ。坂東光る。字なんてちょっと違ってても読めりゃええねん。な、そやろ。そやろと聞かれてもどう返事しよう。え、まあそうだな、なわけあるかい。これ難しいな。同調するのはそれはそれで違う気がすんだけど。言うてもこちとら先生やぞ。そんなギャルかい。これ下だと思うな。ちょっとここ難しいんでセーブだけしておきます。セーブ完了。名前書けないのはでもそんなわけあるかだよね。分数がまだしも、分数下手したら俺もわかんねえし。下で行くか。そんなわけあるかい。なんやねんな。名前書けない、ヒカルの名前を書けさせるようにする物語になるかな。ククができないくらいならともかく、いやそれも十分どうかとは思うけど、自分の名前ぐらい書けなくてどうすんだよ。どうって、別にどうもせんわ。ヒカルは膨れっ面になった。ああ、これまずったな、失敗だったかな。でも動揺はしているみたい。もうやめやめ、この話はこれで終わりやん。多分上が選択正解だったんだ。
そう言って光はそそくさと食器を洗いに立ち上がろうとする。まった、なんやねんな、もうどうせなら名前ぐらい間違えないでかけた方がいいと思わないか。ん、これから先自分の名前を書く機会なんて何度でもあるだろうし、そん時ちゃんと書けなかったらかっこ悪いだろう。ん、あ、ここは教育実習の先生っぷりを発揮しちゃう。よかったら俺が教えてやる、ちゃんと名前が書けるように。いやー、名前の練習って幼稚園児やぞ。間違いって言ってもこれだけ書けているんだし、とヒカルが書いた名前を取り上げて、きっとすぐに覚えられる。どうだ、やってみよう。な、お、えらいえらい、エロいエロいエロい。ヒカルのためらい気味にうなずく。俺がヒカルの気が変わらないうちにさっさと座卓の上を片付ける。まず俺がお手本を書いてやるから、これの真似をすればいい。バンドをヒカルっと。へーじゃないよ。目と口をポカンと開いた。あんたどっか抜けたみたいな顔してるけど、やっぱセンスやな。字を知っとるねんな。これぐらいかけて普通なんだが。そうか、これがうちの名前なんか。どんなセリフだよ。初めて意識を持ったアンドロイドみたいなセリフだね。あん、でもうちが書いたのはあんまし変わらへんや。こんなら簡単に真似できるわ。ほう、じゃあ書いてごらん。任しとき。おお、なんだこれ、ちょっと。ちょっとちょっと、なかなかに大胆なカットきたな、これ急に。あれ、この子意外とお色気キャラか。ちょっとなかなかいい体をしていらっしゃる。うん、ボールペンの持ち方が変。今度は完璧やろ。太ももがいいな、太ももが。ヒカルが憔悴しきった顔で俺に紙を差し出す。周りには書き損ないが無数に散らばっている。こっちもいい加減にくたびれてる。書き取りを開始してからもう2時間は経つ。マジか、2時間名前の練習。俺のお手本を見ながらなんとか正しく書けるんだが、見ないとたちまち訳がわからなくなってしまうみたい。どや、あかんなぁ。今度はちゃんと書けてる。あ、ちゃんと書けてるって。進化したね。ヒカルが大きく息をついて座卓の上に突っ伏した。疲れた。こら、飯島まで泳ぐ方がなんぼか楽や。でもよかったじゃん。お名前書けるようになったよ。ちゃんと漢字で。ほんと、幼稚園児に言うことだぞ、これ。教師って楽な商売じゃないな。今日はあんがとな、いろいろと。いや、そっちこそお疲れさん。今度来た時は親父も言ってると思うわ。ほう、その時はみんなで酒でも飲むな。お前酒飲んじゃダメだろ。楽しみにしているよ。え、二十歳超えてんのこの子って。超えじゃな。いや、二十歳、え、どうなんだろう。とりあえず名前が書けるようになってよかったけど、教師としてあいつをほっといていいんだろうか。今度来る時は教科書でも持ってきてやるか。いやー、野生児だとは思っていたけど予想以上だったな。なるほどね。あ、そして28歳が来たところで。28歳。いや、でもヒカルちゃんまだ未成年だと思うよ。お酒あかんやろ、あの子。いやー、圧倒的野生児。これで少しずつお勉強を教えていく、あ、お勉強というよりまあ一般常識的なことを教えていくっていうところにはなっていくのかな。うん、じゃあ明日は金曜日かな。明日もそれじゃあ沢辺に行きましょうかね。さあ、放課後、今日も行きますか、沢辺。今日も海から出てくんのかな、ザバーンって。無自覚なエロスがあるよな。今日はヒカルに字を教えてやるつもりで1年生の国語の教科書を持ってきた。1年生って小学1年生ってことだよね。余計なお世話かもしれないけど、やっぱり放っておけない。俺一応教師だし。あいついるかな。あ、来た来た、海からザバーンと。
毎回登場の仕方がこれなんだな。ああ先生。よう、今日は魚取れた？ぼちぼちや。あんたと二人で食うぐらいなら不自由せんで。二人で食うって今日も？今日も飯食うてくやろ。行こ行こ。そんな毎日自給自足してんのにいいのかな。ちょっと待った、鍋もいいんだけど今日は他に用事があるんだ。うん、これでヒカルちゃんのお家に行って、俺はカバンから教科書を出してヒカルの前に置いた。何これ？見ての通り小学校の国語の教科書だよ。へえ、なんや、あんたここで勉強してく気か？学校の先生たら言うのはほんまに勉強好きなんやな。こっちやないで。違うで、お前に字を教えてやろうかと思って。え？お前この前自分の名前も書けなかっただろう。ええー、やん、もう書けるんやし。ええことあるかい。だからどうせなら他の字も覚えちまえよ。俺も手伝ってやるから、いっぺんにじゃなくてでもいいから少しずつ読み書きできるようになれよ。ええー、よそんな。いやすごいな。知らんくてうち困らへんもん。いや困るって。そんなことないって、字が読めなきゃ困るだろう。いろいろと。別に困らへん、今まで困ったことなんてないもん。道に迷った時とか、住所表示がわからないと不便じゃない？そんなん通りがかりの人捕まえて聞けばええやん。字なんか読めへんかって読める人に聞いたらええんやん。せやろ。当たり前みたいな顔して言われるととっさに返す言葉がない。な、ただまあお年頃の女の子なんだし、うち何も困ってなるべく社会にこう溶け込めるようにね、なんとかしていきたいよな。はい、この話終わり終わり。それより飯にしよう。今日は変わった魚が取れたやで。野生すぎるんだよ。ヒカルは立ち上がろうとする。ちょっと待てヒカル。お、その時勢いよく戸が開いた。うわ、教えてもらえ。うわ、思った以上にごつすぎる。何これ、ローマ帝国の英雄みたいな。うわ、親父、なんや今日は早かったんな。親父とんでもねえな。ヒカルのお父さん、このクマみたいなおっさんが。孫先生に字教えてもらえ。クマだよクマ。これ孫人の言う通りじゃ。自分の名前ぐらいちゃんと書けな。恥かくど。恥かくど。名前は書けるわ。またなんかちょっと微妙に方言が。お父さんは違うのか。だいたい勉強なんてアホらしいから学校なんて行くことない。言うたんは親父じゃないか。親父そんなん言うたんど。ああ確かに言うた。がなんもなんでも名前も書けん、くくもできん言うんはあかん。どうこしとる。だと思う。わしも忙しいさかい、なかなかお前の勉強を見てやれんで気にはしとった。これはええ機会や。ほう。そして初めてヒカルの親父さんは俺を向いた。教育実習の先生でしたな。あ、でもお父さんいい人そうだな。はい、ガタイのデカさと顔のごつさに圧倒されてしまう。本当にね、これはすごいな。ごい、予想以上。ありがたくお受けしますわ。このバカ娘に勉強を教えたってください。筋肉すごいよな。マサ斎藤みたいな体つきしてるよ。こら、何勝手に話進めてんねん。うちは嫌やって言うとるやろが。貴様、お、親の言うことが聞かれへん言うんか。ちょっとちょっと。ああ、危険わ。そんなに勉強したけりゃ親父が教えてもらったらええやろが。アホ、わしが教わってどうせっちゅう。めちゃくちゃ不穏な BGM やな。ややちゅうなら力ずくでも言うこと聞かしたるぞ。高麗島炎上の BGM やぞこれ。おもろいやん。やれるもんならやってみ。やばい、地上最強の親子喧嘩が始まってしまう。ハンマーバキ VS 裕次郎の戦いが始まってしまうぞ。ちょっと待った、喧嘩やめよう。喧嘩はあんたは引っ込んどいて。これはうちと親父の問題 やこの二人が暴れると姫神島が危ない。すぐおとなしいにさせますさかい、待っとってください。そして俺が間に入る間もなく、親子は
両方から突進して激突した。このクソ親父、おいおいおい、このバカ娘が、ちょっとストップストップ、俺慌てて割り切って入ろうとしたが、すでに取っ組み合いは始まってしまった。勉強するもせんもうちの勝手じゃ、親父は引っ込んどらんかい。うわ、ヒカルちゃんのこの口調すごいな。勝手にさせといたらいつまでも何もせんやろが偉そうな口叩くな。もうこないだうちの晩飯の魚ちょろまかしよったからに、仁義なき戦いこれお前こそわしの秘蔵の酒くすねて飲んどったやろうが。酒飲んどんかい。いや、バシバシぶん殴っとる。ドタンバタンとくんずほぐれずの大乱闘。家はきしみ、棚からは本がドサドサと降ってくる。待てってば家がぶち壊れちまうぞと間に入ったのがまずかった。あ、ヒカルの肘が俺の顔面にヒットして、ギャッ、仰向けにバランスを崩した俺はまたしても後頭部を柱にぶつけて伸びてしまった。もう何回後頭部ぶつけるんだよ先生大丈夫か。なわけあるかい大丈夫なわけあるかい。目を開けるとヒカルは心配そうな顔が覗き込んでいた。あずつつつと頭を押さえる。また同じとこぶつけたねんな。ごめん、痛かったやろ。いや、この親子はちょっと、まったく半端じゃないな。お前のおてんばも旗迷惑じゃの。おめえもなかぁ、なんやねん、うち一人のせいにする気か。ヒカルの大声が頭に響く。悪い、ちょっと静かに。でもヒカルちゃんがちょっとこの声を荒げてる関西弁ね、俺ちょっとこれキュンとくるところがある。なんかかっこいいな普通に。あー、すまんすまん、平気か。うん、あのなんかあれなんだっけ、仁義なき戦いのなんだっけ、ごくつまみたいな感じヒカルが心配そうにかがみ込む。うち言うこと聞くわ、勉強教えてもらう。そんならええやろ。あ、勉強？本当に？ほんまほんま、せやから堪忍や。むしろ、ね、自分自身が後頭部を打ちすぎて字書けなくなっちゃうとかもういろいろわかわ、どんどん自分が頭悪くなっていっちゃうみたいな、そんな恐れも出てきたよ。だがヒカルの笑顔は引きつっている。あ、頑張ってるいや、お父さんの前でこれはちょっとな、刺激が強いな。どうしても足の方に目が行ってしまう露出が多いよこの娘さんは。この前の復讐の意味でまず自分の名前を書かせている。坂東の坂ってどう書くんやったかな。もう忘れてもうてるんか。この前はちゃんと書けたじゃないか。そないなこと言うたかて忘れたもんはしゃあないや。どうしよう、お父さんも字書けなかったらいや、お父さんは大学の先生か、それ書けるか。お手本見たらあかんの。ダメ、とにかく思い出して書いてみなさい。こや今日の名前の書き取りだけで終わりそうだ。親父さんはじっと無言で酒を飲んでいる。はあ、疲れた親父さんのキャラがまたこれ思った以上にすごい。ほんならまたな。見送ってくれるヒカルも疲れた顔だ。ああ、頭お大事にな。そう言ってフラフラと家の中に戻っていく。あいつもくたびれてるみたいだけど、俺もヘトヘトだ。こりゃあいつに字を教えるなんてやっぱり無理かもしれない。ん？先生。お父さん。うわ、びっくりした、いきなり後ろにいるんだそこまでお送りします。なんで頬が赤くなってんだ。よろしいですな。やばい始まっちゃうよ。はあ、女の子になっちゃうわけがわからないまま俺はヒカルの親父と並んで歩き出した。その頬をあからめるのやめてくれ。すんまへんな。それは前回の時をで十分だ。気にかけていただいて。いや、おせっかいだとは思っているんですけど。あいつから聞いとるかもしれませんが、わしら親子は昔からあちこち転々とする暮らしを続けとりましてな、うん、わしが今の教育制度いうのをつかんこともあって、
はあ、あいつを学校にはやらへんかったんですわ。教育制度。いや、これは教師を目指してる若い人に失礼な言いようかもしれまへんが。いえ、お気になさらず。まあ、そのおかげであんな風にのびのび育ったのはええんですが。いろんな意味で成長してるよ。でも一部はすごく成長しているヒカルちゃんだと思うよ。確かに。おっぱいのことなんですけどね。名前もようかけん。でもまあおっぱい大きいですけどね。まあおっぱい大きいですけど。気持ちにもわからんのは問題や。まあでもおっぱい大きいですけどね。とはいえ、今から小学校に行かせることもできんし。おっぱい大きいですしね。正直どうしようか困っとったんですが。おっぱい大きいからいいんじゃないですか。先生みたいな人と会えたんは死んだ嫁はんのお導きですやろ。死んだ嫁はん。これからもたまにでええですから。あいつに勉強を教えてやって使わさい。見た通り落ち着きのない娘ですさかい、うん、わがまま言うて困らせることもあるかもしれませんけど、姉は素直なええ娘です。どうかよろしゅう頼んます。素直な子だなっていうのはわかるんですけど、僕だってまだ教師の卵ですから大したことはできませんよ。せやからたまにでええんです。どうかお願いします。でも今教えてるのも小学4年生とかの範囲だし、ちょうどいいんじゃない？ヒカルちゃんのレベルに合わせるには。まあたまにならなんとか。おおきに、オンに来ますわ。おお、そう言ってヒカルの親父さんはもう一度頭を下げた。ちょっとひらがなを教えてやるだけのつもりだったのに、どうやらあいつの家庭教師に任命されてしまった。なるほど、家庭教師ね。なんか最初の方ちらっと言い間違えて家庭教師とか言っちゃったけど、本当に家庭教師になるんだ。これも教師になる勉強の一環だと思えばいいんだろうけど、しかし俺がいる間に何をどこまで教えてやれるだろう。そっか、1ヶ月しかないから。家庭教師ルート入ったな。遠足？私も行く。あ、そっか。明日遠足か。あれ、でもこれ遠足ルートに、あ、遠足ルート遠足になったけど大丈夫かな。全然なぎさちゃんに会ってないから、なぎさちゃんの好感度は上げてないのよね。で、あのサブキャラの時って、まあ緑ゆみこちゃん、時代とかの時ってなぎさちゃんの好感度イベントをある程度進めてないと、遠足終わった時点でバッドエンド入っちゃったんですよね。それがどうなるかだけ心配。緑、むしろ緑が先生になってひかるちゃんに教えるとか。ねえねえ、陽平先生。あれ既読スキップが終わった。なになに。振り返ると不安そうな顔の緑がいた。どうした、何かあったか。あのね、この辺におっと新しい会話が出てきた。クマ？うん。クマって獣のクマ？いやー、もう予想ができるわそれ。うん。間違いなくお父さんのことを言うとるなそれは。冗談かと思ったが、緑は真剣な顔をしている。あんたね、いるわけないでしょクマなんて。でもさ、姫髪のクマ？緑が不安そうに藪の方に振り返る。さっきあっちの方に行ったら、茂みの中でなんか大きな生き物がガサガサガサ。大きな生き物がね、マサ斎藤みたいな生き物がね。びっくりして動けないでいたらすぐにいなくなっちゃったの。どうかしたの先生？あ、三島先生。緑が林の中で獣みたいなものを見たそうなんです。他の子たちも見たって言ってるよ。あ、他の子も。それでクマじゃないかってみんなで騒いでんの。なるほど、ちょっと離れたところで子供たちが心配顔で何やら言い交わしている。いくらなんでも高麗島や姫神島にクマはいないはずだけど。大きなタヌキとかじゃない？確かにタヌキならミオと一緒にいるのを見たことがある。あの神域でね。いずれにせよ子供たちが不安がっているなら、なんとかせずせね、なんとかせずばなるまい。なんとかせずばなるまい。よし、待ってろ、俺が調べてきてやる。でも危ないよ、もし本当にクマだったら。いや、クマ殺しの先生と呼んでくれ。クマなんかいないって、きっとキャンプの客かなんかだろ。ついていかなくて大丈夫？ナミ先生美人やわ。時代ちゃん呼んでこようか。
いや、ある意味時雄の方が怖い。あいつは船の点検中だ。大丈夫、一人で見てくるからおとなしく待ってな。まさかクマじゃないと思うけど、一応気をつけてね。うん、心配そうな顔に見送られ、俺は歩き出した。うわー、すごいな。高麗島も姫神島に比べりゃ小さいけど結構広い。うん、下手に歩き回ると迷いそうだ。慎重に進んでいこう。しかしこの島に用があるやつなんていないと思うんだけど、やっぱりキャンプの観光客じゃないのかな。ちょっと時期外れだけど。ガサガサ。わっ、思わず立ち止まり辺りを見ました。静寂。なんだ今の、風じゃなかった。わあ、情けねえ。情けねえ。思わず手近の木に背中をつける。心臓がドッドッドッとなっている。やっぱり時雄についてきてもらった方が良かったかな。助けて、コメット号、紅の彗星助けて。誰かいるのか。返事はない。ただ風の音ばかり。誰かいるんですか。もう一度叫んだ途端、頭上からものすごい音とともに目の前に何かでかい塊が降ってきた。わっはー、先生、お前かい。うちお前かい。俺お父さんかと思ってたわ、クマって言うから。お前かい。光るや光る。でもまあそうか、高麗島なんでもええやないか。高麗島だもんな。こっちまで泳いで来てたわけか。目の前にあったのは見慣れた光るの顔。お前かい。俺大きく息をついてその場にへたり込んだ。お父さんかと思ったわ、クマ言うから。ビビリやな。でも今の顔、お父さんが上から降ってきた方が怖かったな。何してんのお父さん、高麗島で。ちょっと光る、でも光るがここにいるのもおかしいぞ。本当にびっくりした。すまんすまん、脅かすつもりはなかったんけど、口に物入ってたから声かけれへんかったんや。え、食うか。何食ってたの。俺に差し出したのは干し魚だった。俺はぼんやりとそれを受け取る。ようやく気分が落ち着いてきた。人騒がせのやつだ。緑たちが見たクマみたいな動物ってのもお前かかもな。あ、でもクマみたい言うんやったら親父とちゃうか。親父でも高麗島に来るの、この島に。ああ、もう毎日や。毎日、うちは弁当届けに来ただけ。もう帰るとこや。弁当届けに来て木の上で干し魚食ってたの。お前何なんだよ。お前もう分かんねえよ。親父さん何しに来てんの。親父さんも謎だな。例の発掘とかって高麗島でやっているの。言うたってもええねんけど、一応口止めされてるからな。親父が言うていいって言うたら教えたるわ。謎ですね。あの偏屈男もあんたのことは気に入ったみたいやし。気に入った、俺を。そうや、会っていきなりの相手にあんなベラベラ喋るなんて珍しいで。頬は隠してたからね。喜んでいいんだろうか。先生こそこんなとこで何してるん。緑ちゃんとか言うてたけど一緒に来てるんか。今日は遠足、渚たちも来てるぞ。遠足。うん、遠足って知ってる。ほんならちょっと挨拶してこうかな。うん、緑たちも喜ぶだろうし。よし、ほんなら行くか。というわけで俺と光は三島先生たちのいる場所へ戻った。なるほどね。でもなんか凶暴な、そういう野生の動物、まあこいつは野生の動物なんだけど、なんか凶暴じゃないからさ、いい野生の動物だから。ヒカルちゃんは、ヒカルちゃん、野生のヒカルちゃんです。俺がヒカルを連れて戻ってくると子供たちがわーっと周りを取り囲んだ。なぎさちゃんにみどりちゃん、それにみんな、おーす。そうか、なんか人気者だね。林にいたのはあなただったのね。脅かしてしもてすんません。ほんと怖かったんだから。
私たち熊かと思っちゃったんだから。そうだよね。もっと脅かしたったらよかったな。迫真だな。ヒカルがおどけて歯と爪をむき出すと子供たちがキャーキャー言って逃げ回る。ヒカルって子供たちに人気があるんだ。ヒカルちゃんお久しぶり。明るいいいお姉さんってことでね、人気なんだな。三島先生が笑顔で近づいてくる。うわっと、三島先生ご無沙汰してますわ。なんやその笑い方。ヒカルは頭をかいて照れ笑い。そっか、学校行かんかったもんな。なんで俺まで関西弁になるんや。めっちゃ映るやんお前の口調。遠足にはちゃんと顔を出すのね。学校には来てくれない、そんないじめんといてくださいよ。ねえねえヒカルちゃん、缶蹴りやろ。缶蹴り。お、缶蹴り。おっしゃ、久しぶりに突き踊るか。あー、私もやるやる。それじゃ、私も。みんなノリノリだな。そして俺たちは今度はヒカルを中心に缶蹴りに熱く燃えた。とは言ってもヒカルは隠れ場所を探す勘はいいし、足はやたら速いし、しかも一切手加減をしないから大車輪の大活躍だった。でもまあそんな風に真剣に遊ぶところが子供たちには人気があるのかもしれない。なるほど、真剣に遊ぶね。小一時間ほど遊んだ後、ヒカルは汗を拭いながら言った。いやー楽しかった、ヒカルちゃんもう行っちゃうの。ああ、晩飯の魚取りに行かなあかん。また今度遊ぼうや。ヒカルはヒカルで大変だな。忙しそうだな。絶対だよ。ヒカルちゃん、またね。おう、ほんならな。ほなな。風と共に来たり、風と共に去るか。やれやれ、相変わらず、ね、本当にね、疾風の野生児だね。ため息混じりに言いながら三島先生の目は優しい。今度はいつ遊べるかな。渚も結構懐いてるよな。ヒカルちゃんもお父さんももっと近所付き合いとかすればいいのにね。まったくだ、ちょっと変わっているけどいいやつなんだから。親父さんだって変人とか言われてるけど、話してみれば娘思いのいい父親だ。でも一体この島で何を調べているんだろう。そこだよね。なるほど、ここで共通ルートに入るわけか。へー、ああいう専門のイベントがね、ピョーンと入ってくるわけだ。あーでもよかった、日曜日でバッドエンドにならない。これで、お父さんのね、お墓参りイベントが見れるのであれば、この日曜日は普通に超えて、2週目に入っていくって感じよね。2週目はね、また、同じように沢部にどんどん通っていきつつ、っていう流れで進めていきます。っていうところで、そろそろもういい時間か。ここでやめとくか。今回はそれじゃあ。ヒカルちゃんルートね。入りましたけども。ただまあやっぱり、あの子がね、恋愛ムードは今んとこでもまだ一切出てきてないな。まあ、ただひたすらおっぱいが大きいっていうのは、それはもう十分分かった。発育がいいのはよく分かったんだけどね。とりあえずでも目標としてはね、いろいろ簡単なお勉強を教えるっていう話にもなっているから。どういうことになっていくんだろうな。はい、引き続きヒカルちゃんルート次回からも進めていきます。今回はこの辺で。ご視聴いただきましてありがとうございました。ほなな。